箱を入れる息子です。はい、本日はですねこの4人でディズニーランドに来てます。手ぶれがすごい。企画は勝ったら天国、負けたら地獄、ディズニー1万円対決、イエーイ。まずペアに分かれてやっていきます。はい、でそのペアが清原と湊のパパと赤ちゃん。パパと赤ちゃん書いてあったもん、パパと赤ちゃんって。こっちはこっち、こっち顔、チーム顔って書いてありました。チーム顔って書いてある。そう、この2チームに分かれてやっていくんですけど、ルールは本当に先に1万円使い切った方が勝ち。ご褒美がディズニーのホテル取ってあります。あれマジ、あの美女と野獣のホテル取ってあるんで泊まりて。でルールがあって、1万円買えるのが飲食だけ。うわ、お土産とかはなし。同じ食べ物もダメ。でもポップコーンだったら違う味とかあるから、そういうのは OK。 あ、はい、全部食べきれないんだね。全部食べきれないですね。2人で1つね食べれるのは。アイス1種類しか売ってなかったら片方だけということで、そんな感じで早速やっていきましょう。はい、せーの、いきなり。はい、ということで、はい、今からスタートなんで、おのおのペアに分かれて頑張ってください。あの終わったら連絡して、連絡が早かった方がもう勝ちだから。いくよ、よーい、スタート。何から食べる？何食べたい？まあ、とりあえずやっぱガチで貸しに行くんで、うん、高いもの行きましょう。高いものね、オッケーオッケー。なんかさ、1個1人やとかないかな。スコーンと終わらせて、あのホテル買っ取りたいですよね。確かに。一回レストラン構内行こうも。行きましょう。はい、ということで、はい、注文してきました。これがベイマックスバーガーとスイーツバーガーです。そう、あとセットですね。はい、コーラ、ウーロン茶、ウーロン茶で、ナゲット1個。はい、合計で2500円だったかな。2500円。ってことであと7500円。結構きつくね。だってもうさ、これでさ、なんかさ、一緒にさ、お腹いっぱいになるっちゃなるやん。確かに、プラスでナゲットあるからな、俺。そう、いや、ナゲットが驚くことにちょっとお互いにする、ね、そう、高かった。いい値段するから、ちょっといい値段した。ありがとうございます、ディズニーさん。いただきます。いただきます。なんか変なウサギ買っちゃったよねって話だよね。いい感じやん。髪の毛やばいやん、マジで。これマジで髪の毛強いよ、最強。崩れへん。これ可愛いよ。1店舗目、この店の名前なんだっけ。ピンクハートカフェ。イロハスと、ちっちゃいお餅のなんかカレーとか入ったやつと、ピオが頼んだなんかチョコのアイス、ムースみたいな。これめっちゃ可愛くて、犬の骨の形のパンみたいな。これがマイクのメロンパン、ベイマックスのサンドイッチ。うまそう。こんだけ頼んで2500円なんですよ。いただきます。しゃべる。うまうま。1万円使い切ったら連絡すればいいの。そう、あっちグループにいる。そう、ちょっと一回さ、向こうのチームにさ電話しようあ、もしもし、もう終わったよ。なんか1万円のさ、めっちゃ高いご飯あって、それ食べたら終わった。ガチ。まあ、頑張れよ。頑張れ。切りました。後でネタバレします。ガチ。ずるいって。え、嘘じゃない。いや、惑わすための作戦やんか、多分俺らっていうのを祈るしかないんだもん。ここが、これ美女と野獣。美女と野獣だよね、多分。そう、本当だ。お城あるし、楽しむのは飯を食ってからということで。そうね。え、エイムよ、当たった今。当たったわ。2軒目、リフレッシュメントコーナー。なんとですね、1600円です。これこんだけ頼んで1600円ってすごいな。ホットドッグとポテトとか、こっち系ね、しょっぱい系。え、色がね、もう一回かけよう。ということで、あの今初手が終わって、はい、俺一発で量が2発だったの。はい、なんかやっぱレストラン作戦がいいと思うねんな俺。間違いない、やっぱ高いし。そう、どうせ多分夜になるとまたお腹すくんで。そう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 、ここで引き捨てる。多分相手側もそんな食えるわけないの。そう、弱いもん。そう、冷静に。で、港に関してはさ、全然入らないやん、腹に。大食いの時なんかもうちゃんと力入れたら、あのソファで寝てるからさっき、うん、俺らが嘘ついたじゃないですか。うん、そしたら市川君の LINE に、あ、そう、港から
終わったんだったら合流しましょう。終わってないです、全然そんな早く終わるわけない。あれからまだ1円も増えてない。そう、はい、次はですね、ピザね、ピザ、俺シーフードピザで、俺なんかおまかせピザみたいな。そうで、セットでオレンジジュースとファンタ、ゴールデンサイズ、アップルソーダ、あとサラダですね。はい、こちらでなんと1950円です。おお、素晴らしい。だからあと実質5000円。もう半分いったって。そう、半分使った。だから夜もうちょっと時間経ってさ、また同じくらい食べてる。え、そう、買ったじゃん。買った、もう。チャラリラリラリラ、すごい、めっちゃ美味しそう。おお、海鮮の香りがすごい、めっちゃ美味しそう。いや、なんだかんだやっぱ目の前にするとね、食べたくなる。そう、食べたくなるよね。将来の夢はあそこに一人暮らしすることです。諦めな、彼女と思ってこのカメラを。どうだった？たる。どうだった？いや、こんな彼氏。It's cute。 こんな彼氏絶対嫌。 Oh no。 ディズニーにいる野生の鳥、夏っぽい、めっちゃカモネギみたいな。そう、すごいよね、山形。さっきポップコーン持ってる人のことずっと追っかけてたもん。めっちゃ細そうな顔して可愛かった、めっちゃ足元に歩いてる。そう、きつい、シンプルに。なんかどんどんさ、もう炭酸とかしかなくなってくるから。そう、溜まっちゃう。ディズニーランドで一番高級なレストランはアドベンチャーランドにあるブルーバイユーレストラン。何それ？昼夜限らず、一人分の飲食代は2000円から5000円はかかる値段設定になっている。とはいえ、このレストランは料理が美味しく、ディズニーランドの中でも人気のレストラン。え、終わるやん、じゃあそこ行ったら勝ちやね。そう、けどなんか予約なしではなかなか座れない。だがしかし、今は違う状況が、時が来た。そう、3軒目に来てですね、ここに来てこの量。いや、もう食えないよね。俺セットやったらさ、飲み物とさ、このメインだけと思ってたよ、こうやって。そりゃそう、ポテトもまさかのあります。今頑張って食ったばっかなんだよ、ポテト。ガチでやばい、これほんまに。もうマジで食われない終わりだ、やばい。1万0やばくない？これが今2800円やから、マジで一番高いね。食べますか。先にまだポテト食うでしょ。ポテト潰してから行くでしょ。マジやばい、マジで無理、もう食えん。なんでみたいな、マジでね、マジで無理。血が騒いでるな、大阪の。いただきます。うん、うまいね。うまいけどね、飽きた、ポテトは。ポテトしか食ってないから。どうなってましたね、飽きた。6000円ぐらい。大丈夫、あとそうね、あと、うん、多分6000円ぐらいです。一回、あと6200円かな。ああ、じゃあちょっとあれだね、遅れてるね。あといくらですか？あともうね、5000円ぐらい。違うね。1000円。腹がいっぱいすぎるね。食えん、もう。俺らもうなんか勝利とね、うん、受け継いできて、あのミッシー見えちゃったから。そうそう、ごめんね。って思うじゃないですか。うん。実は俺らあと1000円です。さあ、じゃあ頑張って、頑張れ。しょうもないやつついてきた、なんか見え張ってきたわ、急に。頑張るじゃないですか。あと1000円。あと1000円。違います。減るんじゃない。まだ終わっていない。ガチ寝するのやめてもらっていい？ここで。あともうちょいから。もうダメだよ。あと3000円やから頑張ろう。今なんかの夢見てたんだけど忘れちゃったから。取りやがったな、俺の値段。存在感。やばい。バリ口開いてたで。やばかったほんまに。消して。お願い消して。使います。最低だ。ねんなって。な。生きるって俺らならまだ生きるって。あ、今日も楽しかったね。次どこ行く？デート。ちょっとお家いいな。お家？ちょっと汚いから片付けるわ。ゆかちゃんのツイッター見たんだけど、誰か知らない男の子が寝てた。誰やろ？誰？見て。
え、もしかしてキャラメルポップコーン。来た。キャラメルポップコーン。まあね、あのバケットは禁止って言われたけど、スーベニアは禁止されてないんで。そう、そういうこと。次のレストランに行きました。はい、多分ワンチャンここで終わらん。ここのメニューが結構いい値段して、カレーライスとかたくさんあるから、ここで終わらせようかなと思います。ということで、アイスティーとカフェオレですね。はい、どうなるんですか。どうね、ここレストランだから俺飲み干すまで出ない。気づいちゃった。ディズニーランドも閉園時間ということで、はい、使い切れたの。いや、使い切ってないっす。だよね、俺らも時間的に、え、そう、時間的に使い切れなかったの。金額が少なかった方がディズニーホテル泊まりで。はい、ちなみに俺らは950円残り。俺らそうね、950円残り。何？俺らね、1150円残りです。ちょうど食べます。200円。すごい手ぶれ。勝ちました、ありがとうございます。手ぶれすごい。はい、ということで、じゃあ今回は私たちが勝ちなので、私たちがあの美女と野獣ルームに泊まらせていただきます。あの野獣はお帰りということで。はい、後ろに出てますね。そう、あれ綺麗なホテル。確かに泊まります。そう、ホテル編でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。今グラグラグラクション鳴らして、次の街を目指してスタートを切ろう。グラグラグラクション、君もグラグラグラクション鳴らして、もう全部全部乗り越えよう。アクセルを踏んで進め進め、次の旅路へ、これが僕らの行進曲。進め進め、君と二人で鳴らそう鳴らそう、よくラクション。なんでしょうね。ご飯屋さんなのかな。ああ、ぽい。全部英語だから分かんない。さっきだってりょうがトゥーンタウンのことトゥーントゥーンだったから。トゥーンタウン。トゥーンタウンだから。